なんか冬になってんだけど、背景がなぜかわからない。天空都市攻略計画、すげえな、こう最近のシナリオね。闇に閉ざされた世界からの天井の主からの天井の主からの闇に閉ざされた世界からの天空都市攻略計画、すげえことになってきたな。天空都市を攻略せねばならない。ちょ、椅子が勝手に、まず椅子を攻略せねば。よし、行くぜ。行く場所2つぐらいしかねえけど、世界を結構ねっとりとねっとり回ったつもりなんだが、つうかさ、ちゃんと目的地は光ってると思うんだよね。こうやってまたここなんかあるんじゃない？え、これなんかある？え、あれ？おん、あん、おん、あん、いや、これあれじゃないのか、これあれだろ、研究所だろ、オベロン社。入れねえし、どうやって入んの、これ入る方法ねえの。っていうか、あんだけ崩れたのにめっちゃ原型残ってるし、なんだよ、リオンを救出しに行かないと。何ここ、あー、あれか、森有量、統計量、あとなんだっけ、なんちゃら量。もうねえじゃん、世界に行くとこ、世界に行くとこねえんだけど。あ、そうだ、そうだ、あのおじいちゃんの様子見に行ってみよう。ちょ、まあそうだ、そう、焦るな、シナリオ。おじいちゃんの様子とかさ、見に行こうぜ。まずここ、ここ違うね、これ。山小屋だから、俺が求めてんのおじいちゃんの山小屋。ここ、いや違うな、あれ、はて、ここか、あ、これだ、おじいちゃんの山小屋。喜ぶぞ、セルシー、会いに行ってやる、ウッドロン。スタン使うか。じゃあスタン、これ雪国といえばマリーさんだよね。今日は私が指揮を取ります、チェルシー、頼んだぞ。今日はチェルシーが指揮を取るのか、これは楽しいぞ、チェルシー、よろしくな。楽しいね。ねえのかな、もう。ほら、制覇。空中号列がね、空中号列がいいじゃない。そして月下、月下の騎士、超派いいね、超派。月下、月下、月下。懐かしいな、パート2を思い出すわ。セーブポイント、この音楽しばらく出てきてないよな、いい音楽なのに。あら、パート1を思い出す。わしにできることがあれば言ってくれ。いや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 、ねえのかよ、なんでねえんだよ。サブイベントがそこはあるだろ、闇に、世界が闇に閉ざされた後、アルバの元を訪れるとチェルシーに技を伝授してくれるとか、あれよ、通常あるだろ、通常あれ。ちなみに実家戻ったらどうなる、実家に戻るぜ。俺もちょっとだけこの世界のこと詳しくなったつうか、詳しくなったつうかよ。いいタイミングでボタンを押せばね、ほら、スピードが上がるという感じ、そういう感じ。リーネの村、よし、
マギーおばさん、村のことは心配するんじゃないよ。もう耕した村じゃないですか、ね、マギーさん、だってもう太陽ねえじゃん。スタンのやつちゃんといい声してますか。これ変わんの セリフ。スタン外で歩いてないで村に戻ってくるけど、あ、これセリフ変わるんだ。でもさっきおじさんにチェルシーでちゃんと話したし、セリフ変わるんだな。でも俺おじさんにちゃんとチェルシーで話したのに何もなかったぞ。なんか言えや。おいリリース無事か。私はおじいちゃんのことは心配しなくていいだから、ね、何もねえのかよ。せっかく、あ、あった。何何何、はい、羊の放牧をやってくれ。何やってんの。連動 ID とゲームパスワードを発行します。この ID とパスワードを連動ウェブサイトに入力することでデスティニーの世界がさらに広がる。何の話をしてる。詳しくは下記の URL でご確認ください。これあるの今これ今もあるの。なくなってねえだろう。ゲーム中のイベントはミニゲームをクリアすると連動 ID とゲームパスワードが発行されることがあります。全国に公開されてしまったけど、俺のパスワード。あれどこ行ん、羊は何だったんだよ。羊は何だったんだよ。ただパスワード発行しただけにとどまった。パスワード発行じゃ、なんもねえのか。サブイベント的なやつはあってほしいけどな。まだちょタイミングが甘いから、これもうちょい進んで本当に最終直前になんないと。大抵あるんだから。テイルズというか、お、雪が降ってきた。どこや、ここ、あれどこ、んあれ、どこ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 、あ、穴があるはずなんだから、これんこれか。見えにくいわ。ソーディアン研究所、穴じゃねえか。ここがソーディアン研究所。溶岩。ベルクラントの直撃を受けて残っているとは驚きじゃろう。驚きじゃの。中がどうなっているかは分からない。わでした、目指すは最深部。もう男女やめてや。ソーディアンを強化する装置は研究所の一番奥にある。たゆまぬ努力が勝利の秘訣。筋トレ、筋トレのレアチャットだ。戦闘に参加しない時でも鍛錬を怠らないのは立派だな。感想。鍛錬すればするほど俺様はますます強くなるぜ。頼もしいんだけど、見てて熱苦しいのがちょっとね。うん、これ見たぞ。見たっつーの。ジョニー入れよう。ジョニーロー。最近マリーさんが出てねえから、じゃあ警戒してればいい。これでいいか。これでジョニーとコングマ、やはり一連卓勝。コングマいろんなやつとフラグを立ててる。なんだよ、はい、フラグ立てまくりだな。これやべえな。やばすぎねえこれ。ダサい。もう前に出る必要すらないもんね。もうチェルシーとかウッドローがさ、どうしたチェルシー。ウッドロー様の方のチームに行きたいです。ああそういうな、チェルシー。そうだぞ、このチームも楽しいぞ。そうだぞチェルシー、食わず嫌いは良くないぞ。ウッドロー様、このチームもいいぜ。足の位置を戻します。
またクソゲーが始まる。なんで全部押せばいいじゃないか。ああそういうこと。いや、わもう全てを無に帰する強さだ。空中に浮いてるやつは関係ねえ。関係ないやつだ。山ちゃんが叫ぶだけのゲーム。敵にのけぞれという概念がある以上、こののけぞれという概念がある以上やっぱ最強なんだよな、これ。13,000。この戦闘のどこにそんな意義があった。そんな意義のある戦闘だったから。スタン、タンスタ、あれそんなに増えてないな。デバイスポイントが、デバイスポイント、あ、君は増えたね、君は増えたね。ぴょっ、あれそんなもの。もうなんか目星やつ全部取ったか。ルーチン、おい、なんだ。あ、もう何言うとしてもこれダメ。順番間違えた感じ。まあメンバーも揃ったし、今日はダンジョンノーカットでやってみるか。どのぐらいダンジョンが長いのかっつう、まあ、今日はぼちぼち元気ではあるし。これ見てくれよ、ビートヘブンでさ、ビートヘブンで上のやつも許さんぞ。最強か、最強。これね、ほんとマジ空中にいるやつが最強だね。ビートヘブン、お前許さん。そして平時は、いやいやいや、山ゲーもうチェルシーとかはさ、ちまちま嫌で、ちまちまやってる間にだよ。あ、そうか、フレアマテリアルを使えと。いや別にそんな、チェルシーとかちまちま嫌でやってる間にもう山ちゃんはあの通りですよ、声塊ね。ちょ、これ元に戻さんといかんのか。これ足の位置を戻しますかって法則がよくわかんない。何の法則に従ってやってんの。お、膝使うか。あれ結果、最高だな。これ画面見なくていいし、画面見なくていいから喋りに集中できるよ。これ他のやつ使ってみるか。ちょっとどれ、マルイさん久々に、なんかねえか技。何これ、爆心、爆心強なったら、心境なんだ。ちょっと分かってんの。じゃあさっきこれ、え、なんでそんな、何、え、はい、あ、ん、正面からじゃ、なるほど、あー、はいはいはい、ヒントをくれたな、たまらず。
でカラに。これか、桂馬のような動き、桂馬のような動きの技。は、見てくれこれ、一気に敵が手強くなった。ちょ山寺がいないと、山寺がいないとダメだこれ。強い、こいつら強かった。勘違いしてたよ、すまない山ちゃん。山ちゃんのいない俺たちはもうゴミくず同然。あれか、いけんの、やっぱ山寺なんだよな。はいはい、で、分かる人より、この時点で、この時点で分かった人天才でしょこれ。ミートヘブン、誰か術使ってんの後ろで、バカ誰が。お前許さんぞ、山寺にかかれば。もう設置技もゴミに見えてくるな、これ。結局これがあればもう世界は俺の思いのまま。これがあれば世界を破壊する力がある、ヤマちゃんに。さえばリョウは普段もっこりしてるけど、その気になれば東京を破壊する力があるから、あるように。ヤマちゃんも普段はヤマちゃんだけど、その気になればこの世界のゲームバランスを崩壊させる力がある。てか、いけた。なんかいけた。まあこんなもんだ、悩みなんていうのは。悩みなんて、こんなもんだ。山ちゃんをいじってればなくなる。このうち解決するほどのものかもしれないんだよ。お前、無残だ、これ上も。上も横もお任せだ。こいつかなり強いんじゃないか、実は。こいつ強いでしょ、実は強いでしょ。ええ感じですよ、お前。この山寺という唯一無二の存在がいるせいで、敵は雑魚に見えるけど、実は強いだろこれ。経験値がすごい。インディグネーション使ってくれよ。俺が使わすか。タイダルウェーブならばエクスプロード、タイダルウェーブ使う。確定申告いかないとな。確定申告のことをふと思い出してしまったよ。ん、あ、わかる。これやったことあるわ。某フロンティアで、某サガフロンティアでやったことあるわ、これ。向き変えてね。このままいけんだ、これ。まんまだな、これ。で、あの赤いやつにやるんでしょ。これでどうよ。ダメだな。こうしたらダメだわ。てかね、そうじゃねえのよ。まずこの向きでこっちから当てなきゃダメ。ていうか、ちょっと待って、え、なんでこれ光が2つになってんの、そもそも。あ、なるほど、これで2つの光が行くわけ。こっちこっち、なるほどね。これでまず OK と。で、もう一つの光は、こっちにこう当てんじゃない?で、こうだ。これいかだぞ。よし、できた。あなたは解けたかな?あ、もうついたの?早っ。これがソーディアンを強化する装置か?
さようクレメンス。きちんと動けばよいのじゃが、フィリア、一番手前の装置のところへ。はい。壊れてはいないようね。第一関門突破というところかしら。何の装置なんだよこれ。では始めるとしよう、うん、まずは我らソーディアンだけを別々の装置に収めるのだ。わかった。もっと精霊の力かとかさ、そういうもんだと思ってたけど、なぜチェルシー。あいつられてた、チェルシー。装置を止めてはならん。今の出力を維持しよう。え、別にこれチェルシーが何者かに操られてるとかじゃねえんだ。わかった。大丈夫なんでしょうか。めっちゃいじめられてるじゃん。さあ、こうなったら見守るしかないでしょ。ごめん、今の感じだとチェルシーが操られてたように見えるよ。頼む、持ってくれ。ソーディアも見に。頼む、フレメンテ。大丈夫？ディメロス、無事か？ああ、なんとかうまくいったようだ。痛みとかあるのかな、この人たち。これで私たちの物理面での強化は完了したわ。早っ。早い。ちょっと あれぐらいでいいのか。全身麻酔とかの方がまだきつそうだな。見た目は特に変わってないようだけど。全身麻酔は地獄だから、ね、中身は別物だ。中身は別物だ。本人だん。どうする、ツイッターでさ、ちょっと強化してくるわって俺がツイートしたやつ、 10秒30秒後ぐらいにさ、中身は別物だってツイートしたらみんな信じてくれるかね。闘神の合成、エネルギーの変換効率、全てが格段に向上している。よし、信じるしかない。じゃあ次は俺たちの番だな。ビクティノスがそう言うなら。そうだ、準備ができ次第我らを携えて装置に入ればいい。よし、ロボに改造、いざ最終試練。最終試練に臨む準備ができたら装置に入ればいい。じゃあ準備はいいですか。ちょっと待って、なんかあるかも。なんかイチャモンつけられるかもしれない。イチャモンつけられて戦闘になるかも。これからわしらの意識はこの世であってこの世でない場所へ飛ぶ。そこでわしらは最終試練に臨むのじゃ。もし失敗したら戦闘になるだろうな。二度と目覚めることはない。あら、まあ会話4人いるから大丈夫だよ。それぞれがコングマン、マリー、チェルシー、ジョニーが引き継げば。肉体に損傷がなくても意識は完全に失われるでしょうね。植物状態か。それって死んだも同然じゃない。さすが一発勝負ね。さあ、お前は我の元のマスターに近づきたいと言っていたが、うん、そんなふぬけたことを言っていては到底生還はおぼつかんぞ。近づくだけではダメなのだ。やるからには超えるつもりでいけ。一緒だ。わかった。では全員装置に入るのじゃ。チェルシー、スイッチを入れてくれ。操られたチェルシーが。お前たちならきっと大丈夫だ。絶対戻ってくるんだぜ、幸運を。では行きます。一体何が起こるって言うんだい。さあ、我はお前に詫びなくてはならない。お、何をだ。今までお前にばかり覚悟を問うてきたが、うんうんうん、本当は我ら自身に対してこそ問いは向けられるべきだったのだ。マスターとソーディアンの人格が同一なら確かに確実ではある。お互いが自分だったら迷ったりすることもないもんな。だがそれは言うなれば結果が分かりきっていること。なんかブリーチっぽいな。ブリーチでもこんな感じだったよ。それではダメな場合もあるな。そう、今のように
リトラーはそんな我らを見透かして真の意味での強化をと言ったのだろう。あの言葉はマスターであるお前たちももちろん対象としているが、やはり本質的には我らの覚悟を促すものだったと思う。俺思ったんだけどさ、人格が同じってことは 1×1 を1にするってことだよな。それはいつどんな時でも1であり、また1でしかないんだ。難しくなってきた。だけど別の人間同士が組めば可能性が無限に広がるかもしれない。難しい会話になってきた。お前とだったらそれができると思ってる、うん、そうだな。一緒に乗り越えようぜ、うん、最終試練ってやつを。よし、一緒に乗り越えようじゃねえか。力が必要だ。共に戦ってくれるか。さあ。もちろんだ。ああディムロス現れたぞ。現れた敵、やっぱりやはり敵ですか。出ろ早く。俺には見えねえんだよ右側が。遠いな結構。現れて、今現れた。お前は、お前はディブロス。俺お前に会える気がしてたよ。多分こうなるだろうって思った。あ、そうか、お前はさ初めて見るんだな、ディブロスを。俺はずっと見えてたからさ、ずっと顔バレしてたから俺らには。そうか、ならば今さら名乗る必要はあるまい。ディブロス、いい目だ。すでに覚悟ができているよ。ディブロス戦うのかい、僕は今から。もちろんさ。ソーディアンである我が分身はどうだ。我に対する問いかけも無用。あ、そこは別々なのね。ごっちゃあるな。ほう、我が名はディムロス。スタンが手にするソーディアンなり、マスターであるスタンと共に戦い勝利させることこそ我が務め。ディムロス、よかろう。うこのディムロス・ティンバー、ティンバー、お前たちの覚悟確かに見届けた。強そう。我を倒し、その手に勝利を掴んでみせよ。よし、行くぞ。うん、まずは9561、まあ、勝てんだろうなこれ。経験値18万。炎の術剣技を極めたソーディアマスター、その剣技は豪快かつ圧倒的、防御だけでなく時には勇気を持って踏み込む。炎ですか、なるほど。じゃあちょっとピットイン、エクシードじゃねえ、フォーリーはいるね。フォーリー絶対いるわ。でフレア、フレア1個しかねえのか。弱点も特になしということは、まあやっぱ効果破産3700とバカげた改造を使ってピアフルフレア絶対いらねえな。氷月商船ってなんだ、まあ、ここに来てちょっとよくわかんねえわさ、よくわかんねえ技、お前わざが多すぎる。必要な技は少しだけ、まあ、ここアーザンと使ってる暇ねえからな、こんなのアーザンだけでいいんだけど私は、まあ、視線光も使おうか、まあ、テイレズといえば視線光。早くねえ、こうなるよ。せこいな。うわっ、ならばこがはずだ。これどう、なんか、あ、そういや、なんかだ、フラッシュガード、いや、いいかも。こがはずだ、しろ。こがはずだ。よし、上に行って下に行くゲーム、もう半分削った。危ない、逃げろ。おいおい、ええ加減にせよ。こういうことか、なんか時には踏み込めっつってたの。どういう戦いこれ。おがはず、あと1000。こういうことか、時には勇気を持って。おお、
お前たちの勝ちだ。いろいろ言いたいことがあるけど、見事な戦いぶりだった。経験値増えてたな。あれは多分ここでこの戦いで奥義使ったら出るみたいな感じだな。ルーディ、フィリア、ウトローさん、みんなも勝ったのか。どうやらみんな試練を乗り越えたみたいね。フィリアだけじいさんが相手。もはや何も得ることはない。ちゃんとドットが用意されている。斜めグラマー、真のパートナー、真のソーディアンチームじゃ。世界を頼む。軽く言うな。お前はお前は軽いよ。イクティノス、未来をあなたたちの手で切り開いてちょうだい。回してくれ。さらばだ我が分身。そして我が友、千年後の我が友よ。ありがとうディムロス。あとは任せてくれ。お前に託された使命は必ず全うしてみせる。さよならディムロス。ウッドロー様、大丈夫ですか？私がわかるか、ルーティ。フィリアさん、しっかり。どうやら試練を無事に乗り越えたみたいだな。お前はスタンにつかねえのか。マンツーマン、他はみんなマンツーマンでついてるのに、お前なぜ旗から見ている。わかりますか？ああ、顔つきが見違えたぜ。本当の意味で吹っ切れたって感じだ。皆さん、まとめやがる。ご心配をおかけしました。無事に目的を果たせましたわ。私たちは私たちだけで戦っていたわけではないのだな。死ぬかもしれない試練とは一体何だ。私たちの帰りを願う仲間の思いが試練に臨む私たちに力をくれた。力をくれたのだ。私のお祈りが届いたんですね。嬉しいです。そうか、俺たち最終試練に打ち勝ったんだな。そうだね。その通りだ。よくやったな。よし、このまま一気に行くぞ。今度こそ絶対ミフトラに勝ってやる。これで勝てんの？そんなに劇的な変化あるか。その息だ。第一、他の奴ら何も、残りの4人は何も勝ってねえじゃん。俺たちなら何だってできそうな気がする。おいおい、そこまでかい。そう、例えば神の目を壊すことだって。増長。いや、それとこれとは話が別だ。ツッコミ。なんだよ、ノリが悪いな。なんだよ、たかし、なんだよ。お前が中野に乗りすぎなのか。まったく油断するとすぐ超えた。お前こそやっぱり口うるさいのな。のな、テンションがやべえ。一時的な躁状態。考えてみれば私たちって妙な集団よね。そうだな、俺らの妙な関係だよな。なんだかんだで12名の王女隊だし。12名、しかもいるのは変なのばっかり。そうだな。ん？誰が変だって？全員だ。まあ、中でも誰が一番なのかは分かりきってるんだけどね。構図つけがてえぞ。決まんねえわ。見た目で言うなら一番右だし、一番浮いてるのは左下だし、一番棒読みなのはお前だし。さて、盛り上がってきたところで次の目的地行くかい？こうつけがたいっす。そうだな、確かカルバレースにあるジャンクランドでしたね。ジャンクランド、ゲオみたいなもん。次は飛行竜の修復をするためのベルセリウムを取りに行くのだったな。はい、ジャンクランドへ行きましょう。ジャンクランドってカルバレースにあるって言ってたっけ？ええ、首都カルビオーラから見て西の方角ですわ。何の歌かな。そうです、強くなったのこれ。本当にスタン君、君は強くなったのか。じゃあその強くなったソーディアン軍団で行こうじゃないか。そんなに強くなってて、これなんかレベル7とかできてんのかな。この時点で分かるよ。いやいや、埋まってんじゃん、もう俺極めてんぞ。は？いや、何も変わってねえけど。何も変わってない。異属性の知能あるけど何も変わってねえけど、これ
え、マリーさんも攻撃力別にステータスが上がってるというわけでもなく、リライズスか、ゴールドアーマー、ラストクルセイダーにしたい。そりゃここまで来たらラストクルセイダーっしょ。スピリットクローク、お、グリームクローク、いけるね。じゃあグリームか、ルーティがグリーム化した。おお、もう最強装備、グリームクローク、グリーム化完了。グリームプレート、なんだよそのグリーム化は。あれ、グリームってもうあれなの、アイテム、あ違うか。リライズするぜ、ゴールドローブ、グリームローブ。いや、ミスレルがいっちゃいいんですよこれ。ミスリールローブが一番いい。これがもう最強か。ゴールドアックス、グリームアックス。グリームとは何ですか、面接官。あなたたちにとってグリームとは一体何ですか。ミスリールがいいっしょそれは。78、ミスリールゲー、最強装備がミスリールという。ラストクルセイダー、クルセイダーまだ早い。ミスリールアック、攻撃前に HP がクレアランク、これの方がいいね。こっちの方がいいか、レアの方がね。っていうか何これ、最強なのにさ、右、一番右の黄色を消費しないっていうことは、これひょっとしてまだ隠し装備あるんじゃないの。隠し装備にはまだこんなミスリールとかじゃないですか。もっとさらに上のちょっとレアにしてみっか、これじゃあ。しからば、じゃあレアにしてみる。これ体力下がるんだけど、プラマイ40ぐらいあるんだけど。いい、やだよそんな、そんなチャレンジ。一体ミスリルがいいでしょ、ミスリルが強いんだもん。だって仕方ないじゃない。これだったらグリームクローグに、いや術攻撃力が上昇してどうするの。俺はミスリールでいい、俺はまだまだミスリールでいいや。故郷を旅立ち空を目指した、風に吹かれてくじけても。何の歌ですか。ジョニーさんの新しい曲ですわ。折れずに立ち上がり空に手を伸ばす。はい、今度は何の歌かしらね。俺はとんがり、とんがり頭だ。スターの歌だ、スターの歌だ。誰のことを歌っているのか分かりましたね。分かりましたね。ジョニーナンバーサーティ、俺はとんがりだ。僕は豚ゴリラのため。まったく、あんたはどうしてそうなのよ。そんなこと言われても本当に寝起きが悪いんだから。おいおい、起こす私たちの身にもなりなさいよね。すいません。あの二人ってとても仲がいいですよ ね、 いいですよね。チェルシーは大人だな。人の感情の機微をよくわかる。さすがチェルシー。私も早くウッドロー様と感情のぶつけ合いをしたいです。目標があるのはいいことだ、応援してやるぜ。消しかけてる。ただいま密談中。密談をやめろ、密談を食い止めろ。お、密談。今なら神の目が壊せるかもしれない。スタンの言ったことは正しいかもしれない。これは密談。それだけの力が私たち皆に備わったということですね。そうだね。だが本当にそれをするとなると、今はミクトランの打倒に全力を尽くそう。神の目のことを考えるのはその後じゃ。何の密談だったんだ。頑張れチェルシー。ちゃちゃ寝るわ。俺の頑張りがもう、頑張れチェルシーは次に取っておこう。